南越と観光バス株式会社は、乗り合いバス、貸切バスを運行する会社である。英略は、メック。運行エリアは、新潟県の魚沼地方を中心とし、長野県へも乗り入れる。1987年12月に路線を、越後交通から継承して発足した。運行エリアは、魚沼地方全域であり、一部路線は、長野県栄村に乗り入れる。 時刻表欄などにナンバリングが示されたバス停南越アート観光バスでは中越地方の乗り合いバス事業者の中では最も早くナンバリングを導入している導入までの経緯は2010年に雪国観光圏が実施した外国人に魅力ある観光地づくり事業の中での検討会議により国際観光に対応した案内サイン整備ルールブック及び バス停記号化マニュアルが策定されたことがきっかけとなって導入が行われた。ナンバリングは A 字2つと数字2桁の4字で構成されている。最初の A 字は主な走行エリア、2番目の A 字は方面の頭文字、3番目以降の数字はその路線の起点から数えた順番を示す。例えば、気をつけ入り口バス停であれば以下の表記となる。 ナンバリングは停留所にのみ掲載され、バス車体には表示されないため要注意である。新潟県南部の上越新幹線、上越線の駅のほか、北北線、只見線、飯山線の駅からも発着している。越後湯沢駅発の栄村を結ぶ路線は、新潟、長野県境を越える唯一の急行バスであった。なお、は、地域間観戦系統として、国、 新潟県の補助を受ける。魚沼市、南魚沼市、湯沢町内のバス路線図南町内、周辺のバス路線図2010年9月30日で廃止。2010年9月30日で廃止。2010年9月30日で廃止。2018年3月31日で廃止休止期の紙製運賃表示器親会社である、越後交通に準じた車両が使用されている。 4メーカー製の車両を保有している。かつては、越後交通から継承された車両がほとんどであったが、2010年代以降は、東急バスを中心に、全国各地のあらゆるバス会社から中古車両を購入しており、北稲交通など、南越後観光バスにしか中古導入されなかった車両も目立つ。ノンステップ車を含む提唱車の導入も進んでいる。 カラーリングは、銀色地に赤帯の越後交通色のほか、ハイライトカラーと呼ばれる白地に青系の模様を配した車両も若干在籍している。なお、前車の場合、赤帯部に金色の文字で、南越と観光と、社名が入るが、越後交通本体から移籍してきた車両の一部には、本来、越後交通と書いてあったものに、南の文字の見つけ加えた。 南越跡交通となっている車両も存在する。また、側面に MEKK と大きく略称を表示しているものもある。以前は、運賃表示機に旧式の紙製の料金表を使用した旧式の車内の運賃表示機が日本国内で最後まで使われていたが、消費税増税による運賃改定が大きく影響して、デジタル式運賃表への交換が進み、 平成20年代後半になって全廃された。ABCDEFGHIJKL 雪国観光券の表記統一、文字、ピクト、色彩など幅広い観点で、雪国観光券、2018年7月27日閲覧。誰でも安心して旅行できるバス停記号の便利な使い方から雪国観光券、2018年11月11日閲覧。 交通、運輸、新潟県内のバス自家用優勝旅客輸送、新潟県生活交通確保対策協議会、地方公共交通確保維持改善事業の事業評価について、別点一小出イコール上条イコール岩木、穴沢イコール大白川線南越アート、観光バス。2018年11月11日閲覧。ありがとうございます。